夜の膝の痛みには膝のお皿をマッサージしてください。はい、福岡市の慢性腰痛専門整体院婦科副院長の松尾直樹です。本日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございます。それでは今日もですね、膝の痛みに関するヒントアイデアをですね、膝の痛みで悩んでらっしゃるあなたにお届けできればと思います。はい、昨日言えなかったんですけど今日はカミカミしませんでした。はい、ということで本題に入っていこうと思うんですけども、昨日はですね、夜膝が痛くてこう眠れない方っていうのは、炎症っていう場合と、室外化脂肪体、この2つの可能性があるよっていうお話をしました。で、炎症の場合はですね、基本的に、痛み止めですね、炎症を止めるための薬っていうのを飲んでいただければと思うんですけども、そうではなくて、室外化脂肪体と言われるものですねが原因でそういった症状が出てるケースっていうのがありますので、それを今からですね、ほぐす方法っていうのを一緒にやっていこうかなと思います。はい、で、用意していただきたいのはこちらスプーンですね。これプラスチックのスプーンですけど、できればステンレスみたいなのがいいかな。ちょっとこれだと弱すぎるというか柔すぎるので、よくカレーとか食べるステンレスのスプーンあるじゃないですか、あれを使っていただければと思います。はい、そしたら実際にちょっとやっていこうと思うんですけど、はい、ですね、室外化脂肪体っていうのがじゃあどこにあるのかっていうと、皆さんのお皿ありますよね。はい、お皿あると思うんですけど、お皿からですね、真下に行くとなんか硬いコリコリとしたものがここにあると思います。これは室外腱っていうふうに言われてて、よく子供の頃こうパン叩いた膝がこうピョンって伸びるような遊びとかで多分やったと思うんですけど、その腱ですね。はい、で、脂肪体っていうのはこの腱の横ですね、横だったりとかこの膝のですね、中、膝のお皿の中の方に入ってます。はい、で、こいつが癒着とか起こしたりとかするとですね、膝がこう伸びきれなかったりとかしますし、あとさっき、寝てる時っていうのは膝を伸ばそうとする姿勢じゃないですか。その時に伸びなく癒着が起こってて脂肪体に刺激が入ってしまって膝の痛みが起きるケースがありますので、ぜひここを一緒にほぐすことっていうのをやっていこうと思います。はい、で、やり方なんですけど、まずスプーンですね、スプーン用意していただいて、このエッジがあるところですね、エッジがあるところにここ腱ありますよね。皆さん腱のまず内側にですね、こういうふうにまずあてがってください。はい、あてがります。で、あてがったらですね、こうほじくるようにですね、ほじくるように、痛みがない範囲でいいのでちょっとほじくってください。はい、これが結構痛い人はおそらく日頃のですね、その膝の痛みっていうのが室外化脂肪体が関わってる可能性が高いですね。はい、これ一回一回ですね、こう剥がすんではなくて、膝を伸ばしたままですね、膝を伸ばしたまま腱が浮き出てくると思うので、その隙間ですね、隙間のところを、はい、こういう感じで、で、ある程度ほぐしてもらったらそのまま次はこすります。こすります。30秒ぐらいですね。こすります。で、こすっていただいたら次はですね、ここを押さえたまま膝の曲げ伸ばしですね。押さえたまま曲げ伸ばし、これ押さえてるこのスプーンがずれちゃうと あんまり意味がないので、しっかり押さえたまま曲げ伸ばししてください。はい、もしこれで痛い方は痛くない範囲でいいのでやっていただければと思います。はい、あ、言うの忘れてたんですけど、痛い方の膝をやってあげてください。はい、30秒ぐらいやってもらったら次は反対、外側の方ですね、外側の方、腱の外側の方を、さっきと同じです。膝伸ばしたまま、まずは えぐるような感じですね。ちょっと利き手がね、逆になるので上手にできないと思うんですけど、頑張ってやってください。はい、こんな感じでやってもらったら次はただ擦るだけですね。擦るだけ。大丈夫でしょうか。で、次最後押さえたまま伸ばす、伸ばす。もう脂肪体が硬くなってる人は、なんて言うんだろう、末期というかですね、基本的に初期の膝の痛みに関してはお尻の筋肉とか足首の筋肉だけ、足首の調整とかをするだけで良くなるケースって多いんですけど、もう何十年とか痛い人はもう膝のここの部分自体が何かしら悪影響が起きてしまっているので、膝にもアプローチしないといけないですね。
はい、大丈夫でしょうか。で、次ですね、今この剣の周りしましたけど、このお皿ですね、お皿の中も脂肪体っていうのがあります。で、ですね、このお皿を外側ですね、外側にちょっと動かしていただくと、この辺にへこみができると思います。へこみですね、そこにさっきと同じようにスプーンをあてがってもらって、またほじくります。はい、ほじくります。で、ほじくったらまたさっきと一緒のようにこする感じですね、はい、まずえぐるような感じでやってもらってからこすります。で、終わったらまた膝を伸ばします。このままですね、はい、やり方はさっきと一緒です。はい、で、最後反対側ですね、こちら側を一回お皿をですね、お皿を外から内に動かして、空いた隙間ですね、はい、空いた隙間のところにスプーンをあてがって、はい、僕はこっちが硬いですね、はい、内側よりもこの外側の方が硬いですね。で、また裂いてもらって、よいしょ、じゃあこれ伸ばしながらいきますね。まあ、やりながら聞いていただければと思うんですけど、僕明日休みなんですよ。で、昨日チラチラってこう携帯でネットサーフィンしてたら、久留米って福岡にあるんですけど、の楽しまるってところにですね、めちゃめちゃ景色のいいところで露天風呂があったっていうのを知って、で、隣にはカフェも併設されてるので、ちょっと行ってきたいなと思ってます。はい、まあ、皆さんももし福岡に来る機会があれば、たぬしまるっていう地区の、ちょっとお店の名前忘れちゃったんで、また今度教えますね。はい、に行ってみてください。はい、まあ、そうこうしてるうちに大体30秒経ったと思います。で、これが終わってから、あなたがいつも痛い動作ですね、まあ、歩くでも何でもいいですし、屈伸でも何でもいいんですけど、もう今ですね、もうこっちなんか逆に力が入らないぐらい、こうガクガクガクってなるぐらい曲げやすく今なってますので、もしですね、これをやってみて痛みが減るってことであれば、ぜひこれを続けていただければと思います。はい、まあ、今日はですね、夜間痛に対する膝の痛みの方法をやったんですけど、まあ、夜間痛に限らず脂肪体の痛みっていうのは歩行時に起きたりとか、立ってる時に起きたりとか、立ち上がる時に痛ってなる時に起きたりとかしますので、膝が痛い方はぜひ今のやつをやっていただければと思います。はい、そしたら今日はこれで終わるんですけども、今日の内容ですね、良かったなと思ったらグッドボタンだったりとか、あと、チャンネル登録ですね、よろしくお願いします。で、コメントですね、今日の動画に対してのコメントだったりとか、こういう膝の痛みに対してはどうしたらいいですかとか、ご質問があればよろしくお願いいたします。はい、そしたら今日これで終わります。本日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございました。